おお。任天堂64。はい。というわけで、ゆうたけです。また2ヶ月ぶりぐらいですね。ちょっとね、ほんと最近忙しくて。さあ、今回は、マリオパーティーをやります。 マリオパーティーで、そう、やっとね、ゲーム実況再開します。ので、そう、何しよっかなって思ったんですけど、そう、ずっとやりたかったことがあって、もうすぐ実況じゃない、チャンネル開設から5周年経つんですけど、なんと5周年で6年目になるんですけど、もう少しでキャプチャーボードを買ったので、で、前の動画でも言ったと思うんですけど、キャプチャーボード買ったので、持っているコンシューマーゲームをやりたいな。あ、マリオだった。まあいいや。持ってるコンシューマーゲームをやりたいなってことで、あー、待って、ステージ、一番シンプルそうな、これかな。コンシューマーゲームをやりたいなということで、このね、企画、そう、質問返答をね、質問返答をなぜそうするのかというと、そう、自分がね、ただなんか懐かしんでるだけの動画になってしまいそうなので、もうほんとこれ懐かしいよ。98年だって。自分がまだ幼稚園児？幼稚園入りたてぐらいかな？のゲームなんで マジ懐かしいです。で、懐かしんでるだけの動画になりそうなので、質問返答しつつやろうと思います。順番。うえい、来た、10。一番、そう、質問返答は、まあ、コメント、動画のコメントとか、YouTube のパーソナルメッセージとか、そこら辺で受け付けようと思います。で、まあ、初回はね、その、もうすぐでチャンネル開設5周年も兼ねて、自己紹介を改めてやってみようと思います。なんか前もやったことあるような気がするけど、まあ、ちょっとリスナーさんもね、ちょくちょく、うん、1！ ここで1か。リスナーさんもちょっとちょくちょく変わってると思うので、なんか改めて自己紹介をやってみたいなと思った次第です。で、あ、なんか1人でやってる。よし、今のうちに説明だ。自己紹介の素材は FC2 ブログをやってるので、その FC2 ブログのバトンをちょっと引用させてもらって、自己紹介バトンというやつ、50問あるやつを適当になんかテンポよくやっていきたいなと思います。ね、このマリオパーティー20ターンあって、そのなんかこういうのもあるけど、ミニゲームとか挟むんで、どんぐらい時間かかるのかな、わかんないけど、まあ、たくさんあるので、まあ、バンバン軽く、あんま深く考えず答えていこうと思います。で、そのコメントとか、そういう個別な質問とかは、まあ、長く答えながらやれればいいかなと思ってます。んで、ゲームは懐かしみたいっていうのがでかいんで、適当にやります、適当に。まあ、解説を適当にしておくと、マリオパーティーも皆さん知ってるんじゃないかな。今は8か9ぐらいまであるのかな。Wii で8があった覚えはあるけど、こういうね、1ターンごとにミニゲームがあって、そのミニゲームに勝つと10コインが得られて、で、20コインでスターと交換できて、スターが20ターン終わった後に一番多く持ってる人が勝ち。で、スターが同じ場合、そのコインが多い人が勝ち。ちょっと待って、ミニゲーム。これは何？お金もらえんの？お金くれよ。あ、お金。お金。あ、これ落とすゲームじゃないんだ。あ、くれ、これくれ。よし、来た。おいおいおい、落ちろ、落ちろ、落ちろ。これ何？みんなもらえんの？そう、たまに10コイン、全員10コインじゃなくて、こういうね、みんなお金もらえる系のやつもあったりします。あ、全然、あ、微妙。 あれ、誰か一人いないぞ。あ、ルイージ。あ、微妙。まあいいや。
じゃあ早速質問返答パッパッとやっていこうと思います。あ、待って、マリオ来た。10、いいね。10か1しか出てないよ今のところ。クエスチョン1、クエスチョン1、あなたのお名前は？ゆうたけです、よろしくお願いします。もちろんユーザー名ですけど。はい、どんどん行こう。クエスチョン2、生年月日星座は？生年月日は1995年の6月3日生まれで、星座は確か双子座とかだったかな。星座とかさ、何に使うのあれ占いのイメージしかないから全然わからない。よし、もうどんどん行こう。クエスチョン3、血液型は？ B 型。 B 型っぽくないねっていうのはめっちゃ言われます。クエスチョン4、好きな食べ物は？好きな食べ物は、いっぱいあるけど、なんだろう。ちょっと待って、逃げる。これは、A で進めて、待って、なんか宝箱かなんかがあるんだね。それを掘り当てた人が勝ち。え？ここら辺に、そう、矢印看板があるってことはここら辺にあると思うんだけど、ない。え？え？左にあるって矢印だよね、あれ。ここら辺にあるの？来た。え？今取られた？あ、取った。勝った。よし。そう、コンピューター普通だからね。勝って当然なんだけど。よし、どこまで行った？好きな食べ物。好きな食べ物はたくさんあるけど、選ぶとしたら。どうしよう。これどっち？ちょ、待って。全体、え、スターあれどうやって取んの？そう、キノピオがスター持ってるんだけど、右に行けばいけんのかな。あれ、うわ、なんか始まったっすよ。なんか始まっちゃった。スターどうやって取んだろう、聞いてなかった説明。マップによっていろいろあるんだけど、待って、ミニゲーム始まっちゃった。これを回す、うわ、弱い光でやってるぞ。テレサを捕まる前にこれを回す。ちょっと待って、これぐりぐり回すわけか。うわちょっと待って何やってんな一人でこれみんなでワイワイするもんなのに。よしはいぼっちマリオパーティーもういいよお、なんかもらった、ラッキー。よし、どんどん行こう。好きな食べ物はあげるとしたら、担々麺をあげる。まあ、いっぱいあるけど。うん、担々麺好きです。ちょっと待って、今何ターン？わかんねえ。テンポ遅いかもしれない。どんどん行こう。逆に嫌いなものは？嫌いなのは、バナナだな。うん。微妙な甘さと微妙なネチョネチョ感が、ちょっとダメです。クエスチョン6、異性のタイプどんな人？難しいけど、アニメの好きなキャラを見てくと、待って、これを回すとコールを回すとこ、好きなアニメの好きなキャラをね見てると、なんか、あれ回しすぎ、いいこと、あ、いいんだ。好きなのを見てるとね、なんか家事能力が、うわ、家事能力がある人が好きです。あれ、例えば軽音だったらウイとか、アズニャンも好きだけど、軽音は。ラブライブだったら小鳥ちゃんとか、 SAO だったらアスナとか、なんか料理ができたり、なんだ、料理ができたり、裁縫はちょっと難しいけど、あと家事能力がある。まあ、とにかく、その料理関係とかそういう感じできる人が好きかな。クエスチョン7。今好きな人か付き合ってる人いる？終わった。すげえ回しながら疲れたんだけど。好きな人か付き合ってる人いる？いません。はい、次。クエスチョン8。異性のどんな仕草にグッとくる？むっず。そんなこと言われてもな。青。間
またアニメで例えるとどうなんだ、アニメで例えるとアズニャンの下からこの見上げる感じとかが好き。うん、やべえ、ただの変態だ。はい、クエスチョン9、好きな映画は、映画見ない、映画見ない。一番最近に見た映画は多分2、3年前の映画軽音だと思う。あ、またピーチが一人でやってる。そう、映画軽音が最近な気がするな。本当に見ないから、なんだろう、テレビで見る映画とかだったらアニメ関係かな。そう、もうマジただの配信なんで、ね、よくリアルを超エンジョイしてる人は映画よく見てそうだけど、そういうのは見ないかな。よし、次クエスチョン10、好きな色は、好きな色は水色とか黄緑とかなんかああいう感じの色で、クエスチョン11、趣味は、趣味はめっちゃあるな。ゲームもそうだし、そのさっきから言ってるアニメもそうだし、あと、あ、そう、忘れちゃいけない、演奏動画よく上げてるから音楽関係の楽器好きだし、あとパソコン関係も超好きだし、その動画作ったりとか、あとあれ、プログラミングも最近やってる。あ、待って、1対3ゲーム1か、よし、こんぐらいにしよう。で、次クエスチョン12、兄弟は、弟が1人います。マリオ、 A ジャンプ、 B 走る、 B 連打してればいいの。そう、ミニゲームはね、なんかほんと簡単なものが多いんで、すげえ適当にやってるけどなんとかなります。それにあれだしね、あの普通だし、レベルが、うん、意外ときついぞこれ。コンピューターは何をやってんの。やばい、負けたし負けちゃったし、おうの、あ、おうのって言った。はい、クエスチョン13、ペット飼ってる、飼ってません。クエスチョン14、なんか習い事やってる、やってません。小学生の時はたくさんやってたけど、水泳とか体操とかサッカーもやったことあるし、あとテニスもやったことあるな。うん、意外といろいろやってた。まあ、ピアノはね、ピアノはリトミックってやつをちょっとやった程度なんで、本当やってないのに等しいと思います。うん、でクエスチョン15、今バイトしてる、してるとしたら何ってか、してません。バイトね、いろいろやってみたいけどね、バイトより お金より時間が欲しい系の人なんで、やってないっすね。で、クエスチョン16 今の身分は、今の身分は学生、この春に念願の国立大学受かりました。うん、だから今大学1年生ですね。で、クエスチョン17、携帯どこの使ってる。携帯は au を倒すスピードアップ、何これ全然わかんねえ。まあいいや。あ、今上がった。待て、これできる、これやろう、倒す、レディーゴー。あ、ちょっと待て、お前ら早いよ。あ、普通にこういう操作、あなんか回ってるし、ちょっと待って、わかんねえ、どういうのこれ。なんでみんなの早いの。もういいや全然わかんなかった。たまに謎なものもあります。てか説明書いてあるんだけど読んでないから。うん、あ、なんかいつの間にか4位になってるよ。これはやばいんじゃないかな。あれ、待って、スターどこにあんの。ほんと、なんか気づけば通り過ぎちゃった感が。いや、
クエスチョン10番、携帯どこの使ってるに関しては、au じゃないんだ。この春にソフトバンクに乗り換えて、乗り換えるとすごい安いんですよね、あれ。2年ごとに乗り換えるのがおすすめです。ってことで、今ソフトバンクだな。携帯ソフトバンクです。18、クエスチョン18、何年くらい使ってるって、その春に乗り換えたんで、今。ソフトバンク歴4、5、6、3ヶ月ですね。au は高校生の時だから3年間、ガラケー3年間だった。あれ？これみんな？90点以上取らなければクッパの声に言われてしまいます。つかむ。おい、クッパの顔いじってお手本に合わせてください。待って待って、何これ強制？え？あれ、ヨッシーだっけ？みんな？わあ、いる、マリオいる。マジか。あれの真ん中に見せろってことですよ。あ、つかみながらドラッグか。こんなもん？おい、つかめない。こんなもん？あと、口が若干閉じてる？ごめん。下の牙がつくぐらい。あと何？あと、つかむとこなくね？眉毛だけ？あ、ほっぺた？これは、特に。あー、ちょっと変になった。ひぃーひぃーあれ？あ、ヨッシーだけ？あ、減ったし。マジかよ。なんかやられちゃった。いや。じゃあ、クエスト18は、そう、そのガラケーは3年。で、やっとスマホです。3ヶ月かな。クエスチョン 19SM? わかんねえよ、そんなの。中間にしても、どっちでもないと思う。クエスチョン 20, 身長いくつ？身長ね、測ったんだけどね。あと、マリオピーチ回すとロープを巻き取る。回せばいいの？チーム戦か。待って、これをやろう。ルイージがやるの？頑張れ。取られてんじゃん。ちょっと、ルイージ、ちゃんと取れ。あと、巻き取ればいいの？ほら。お、よし、溺れてしまえ。溺れた、来た。よっしゃ、やったね。おうおうおう、取れたじゃん。あ、なんかめっちゃ来た。お、ラッキー。これ、回すの疲れる。そう、回すなんて64にしかないよね、今。あるのかな？あ、あるか。ちょっと、ルイージどこまで行くの？巻くの大変なんですけど。くそ。いや。クエスチョン20、身長いくつ？身長はね、春に測ったんだけど、いくつだったかな。待って、無理。くぅ、無理。あ、ここに上に落とそう。よし、ラッキー。あれ？いける？ほら、宝箱ある上に。ほら、取って。あれ、ルイージは？あれ？ルイージ生きてる？死んだ？ルイージ死んだ！あ、一旦ちょっと上に戻んないとダメなの？もしかして。ルイージ殺しちゃったよ。弟殺しちゃった。まあいいや。身長いくつ？わかんないんだが。100。マジでいくつだっけ？あ、思い出した。死者誤入して170です。って言った覚えがあるから、165とかだったかな。多分。チャンスタイム。何でしょう。よし、投げる。関係ねえわ。俺が？何？やべえ、なんか。コンピューター普通相手にすっげえビリ取ってる。
いや、はい、体重はね、50キロちょいだったと思う。なんか高3の時に一時期50キロ切って、あれやばくねってなった覚えはあります。足のサイズね、ずっとね26の靴を履いてたんだけど、実は 25.5 がぴったしだったっていう事実が最近分かりました。で、クエスチョン23、好きな漫画は？そう、漫画も全然読まないんですよね。漫画。持ってる漫画は今、日暮らししかないぐらい。ほんと。のこのこコロコロ、A ジャンプ移動。何してんのこれ。まあいいや。あれ？あ、これ全部埋めるやつ？あー、はい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 。ちょ、コンピューター意外と強いな。これ舐めすぎたな。あ、これ内側からやればよかった。難しいぞこれ。あ、難しい。あ、あと1個、あと1個来た。あー、ういういうい、あ、やばい。あ、誰もいけない。マジで何やってんの。そう、地味にね、若干ラグがあるんで、やりづらいっす。あれ、今何ターンこれ。全然わかんない。R 全体。うわ、ターンわかんな。マリオパーティー8ぐらいだったら、こういうのちゃんとしてると思うんだけど、わかんねえな、マジで。え？あれ？あ、こうやってキノピオに行くんだってか、どっちにしろお金ないし。もう一文無しじゃないか。あなんかゼロに戻ったよ。あ、でもここに来ればもらえるんだっけ。おお、まあいいや。まただなんか いろいろあるな。あ、まただこれね。そう、スターを20コインで交換できて、一番持ってる人が勝ちです。漫画はそう、日暮らししか持ってない。まあ、ナルトはね、多分大体読んだかな。高2、2、3年前の時点で多分大体読んでたはず。まあ、読んでる方に入んのかな、どうなんだろう。うん、読まないです。ちょっと待って、回答のテンポ遅いかな、これ。今何ターンかわかんねえ。ついに20ターンだけど、半分もいってないか。こんぐらいでいいか。お、2対2ゲーム。あと1個答えとこう。クエスチョン24、好きなテレビ番組は？テレビもそんなに見ないけど、親の影響ですごい NHK とかそういうの見てるんで、エイレンダでビブシロス。はいはいはい、多分エイレンダであった後は方向移動かな。 NHK をよく見るんだけど、まあ、だからそういう系の番組が好きで。で、あ、負けてる。あの、あれが好き。カンブリア宮殿とか。わかるかな？テレ東だけど、これ。未来世紀ジパングとか。あ、押すなし。めっちゃガクってなった。あと、一旦こっちに集中しよう。さすがに4位はひどすぎる。ウェイ。お、今なら抜ける。来た、抜かしたー。よし、ちょっと勝とう。このまま勝っちまう。おー、崖だ。あ、危ない。これスティック勝てえな、痛い。お、終わりか。来る。うわ、まだある。真ん中に表示されてる。うえー、うん、動きづらい。よしよしよし、ゴール。そう、好きなテレビ番組はそれ系です。昔はまあお笑いとかちゃんとじゃなくて普通のやつも見てたけど、今は見ないっすね。クエスチョン25、何時に寝る？バラバラです。大学生になったらわかると思うけど、もう
ある日は23時に寝たり、ある日は、では基本的にまあ2、3時とかが多いけど、ある日はレポートが終わらず徹夜だったり、あとは、うん、そう徹夜して昼間に寝るとか。あ、なんかスタートだった。なんつった？ピーチピーチなんとかっつった。んで、そう、本当にバラバラですね。で、クエスチョン26、何時に起きる？だからこれもバラバラで、朝7時半起床が一応学校に着くためのあれなんだけど、一限ない時もあるし、自主休校もよくやるし、土日とかはもう昼まで寝たり、昼に起きたりとか、そういうのかな。クエスチョン27、持病ある。持病は、持病らしい持病はないけど、頭痛持ちかな、そんぐらい。クエスチョン28、カバンの中にはいつも何が入ってる。なんだろう、それは財布とか筆箱とか。そうだけど、え、普通のものしかない。そんな変わったものはないと思う。強いてあげるならば、アズニャンのピックのキーホルダーがついているやべ、これ特定されるな。うん、そんなもん。あ、でも分かりづらいからいいや。ゲームのルール、宝箱、自分のところ、ルイージかい。俺ら何もできないやつだこれ。じゃあいいや。クエスチョン29、今の待ち受け。待ち受け、この質問古いな。絶対今待ち受けとか言う？スマホのあのトップだよね。変えてない変えてないっす。そういうのはあんまこだわらないっす。パソコンもね、セブンもあのセブンの初期だし、エイトのパソコンもあるけど、初期のまんま。ここはね、変える必要性が特にないと思っております。今の着信音は、変えてませんはい、変えてません。クエスチョン31、パソコンには強い。まあ平均と比べたらそれは強いと思うけど、大学が大学なんで、周りにえぐい人がいっぱいいるから。どちら右？右でいいの？まあ強いってことで。クエスチョン32、ブログを始めたきっかけは。そうそう、このブログメインのやつだからブログ関係が多い。ブログ始めたきっかけは、わかんねえ。中学2年の時にはライブドアのブログを始めた覚えがあるけど、なんだろう、なんとなく、なんとなく、なんとなくやってみようっていうのじゃない、やっぱ基本。うん、ブログはなんとなくですね、多分。まあ、適当にこういう文章書くのも必要だと思ったしかな。クエスチョン33、ブログを通じて友達が欲しい。いや別に別に、うん、ツイッターとかの方が絶対今便利だよ。この質問絶対古いよね。クエスチョン34、特技は。特技、特技難しいな。特技と言われるとなんだろう。タイピング。あ、次の次の質問に見えるけど、クエスチョン36、待って、クエスチョン35に行こう。質問長い？長い。じゃあ、こんぐらいでいいんじゃない？落ちなければいいんだな、これ。クエスチョン36、資格は何か持ってる？そう、資格で、一番最近取ったのは、ワープロ検定1級を取りました。なんで、タイピングがまあ、得意じゃないかな。得意って言われるとね、意外と難しいけど。音楽関係もまあ、得意とは思わないけど。だからまあ、うわぁ、ちょっと、うわ、落ちたそう、だからあえて資格がワープロ検定1級なんで、タイピングが特技としておきます。中学生の時には漢検2級とか、英検は順2までだな、取りましたね。お、ラスト10ターン。あ、ちょうど半分ぐらい。あ、こんなもんか。